皆さんこんばんは、ゆっくりしです。今回の取り手しませんかは、愛媛県浅波駅、伊予亀岡駅、伊予土居駅です。ゆっくり見ていてください。まずは浅波駅です。それでは行きましょう。シュシュポポ。浅波駅は愛媛県松山市、浅波本谷にある予算線の駅で、駅番号は Y46 番です。まずは時刻表を見ていきましょう。ほぼ毎時間列車が止まります。ありがたいです。いやしかし列車がない。うん。10時37分の特急を狙いましょう。さあ、ホームへ向かいましょう。こちら側は高松方面です。最初浅海って読むんかなって思ってました。浅波って読むんやね。松山方面です。2番乗り場に向かいましょう。いやー、曇ってますが海は見えます。晴れてたらな。駅の横には学校があります。2番乗り場に来ました。昔は3番乗り場もあったのかな。貨物駅の名残みたいなものがあります。7000系の普通列車が来ました。後ろ側は乗車できません。ワンマン運用になっています。松山行きの7000系が来ました。こちらもワンマン運用です。8000系の特急潮風石槌がやってきました。まもなく7000系も出発です。次は伊予亀岡駅にやってきました。こちらもほぼ毎時間普通列車が停車します。ありがたいです。特急も毎時間通過しています。伊予亀岡駅は愛媛県今治市菊間町坂田にある予算線の駅です。駅番号は Y44 番です。木で亀岡って書かれています。すごい。
こちら側は岡山高松方面です。こちら側は松山方面です。それでは鉄橋を登っていきましょう。3線ある駅なんで当駅止まりっていうのもあるんですかね。お、なんかあまり見ない景色。電線があると注意を呼びかける看板が多いですね。こちら側は2番、3番乗り場です。お、ここ撮り鉄しやそうです。この鉄橋反対側まで来れるんやね。へえ。このカーブから入線すると迫力がある写真撮れるかも。さあ、2番、3番乗り場に向かいましょう。左側は2番乗り場、右側は3番乗り場です。愛媛県ってやっぱ広いな。3番のリバーはあんまり使われてないんかな。緩やかなカーブがいいです。ちょっとここで一休み。さぬきうどん製麺土井店にやってきました。今回注文したのは冷やしかけうどん大卵店ちくわ店です。
美味しかった。ごちそうさまでした。次は伊予土井駅にやってきました。さあ中に入りましょう。伊予土井駅は愛媛県四国中央市土井町土井にある予讃線の駅です。駅番号は26番です。時刻表です。こちらもほぼ毎時間普通列車が停車します。通過列車時刻表も毎時間通過します。今回は予讃線の観音寺から多度津駅間までレールの歪みで運行ができないみたいです。それではホームに向かいましょう。左右確認して渡ります。よし、待機線もあります。まずは左側の一番乗り場に向かいましょう。こちらが松山方面です。待機線の近くに多くのレールがあります。この辺りでレールの取り替え作業を行うんですかね。岡山高松方面です。2番乗り場に来ました。すごいのとかですね。7200系普通電車が来ました。次は8600系特急電車の通過です。すごい風です。7000系普通電車がやってきました。この辺りの運用は7000系と7200系普通電車の運用になるんですかね。8000系特急電車の通過です。次はフォトアルバムのコーナーです。動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。